まぶたが重くなり徐々に閉じていく。でも待って、単なるお昼休みだしまだやることがたくさんあります。仮眠は役に立つのか、それとも一日の予定を狂わせてしまうのか。私たちの睡眠は夜でも仮眠であっても4つのステージからなる約90分の睡眠周期で構成されています。仮眠の時間は5分から3時間まで様々なので、完全なる睡眠周期を含むこともあれば、いくつかのステージだけを含むこともあります。眠りに落ちるとステージ1に入ります。睡眠の最初の2分から5分の間です。ステージ2が次にやってきます。約30分間です。ステージ2では体温が下がり筋肉が弛緩します。そして呼吸と心拍がより規則的になります。ニューロンが一斉に発火し始めて大脳皮質全体に広がる活動の波が起こりますが、これは睡眠紡錘波と呼ばれる突発的な素早い神経活動によって区切られます。ステージ3あるいは徐波睡眠になると、ニューロンが連動して発火するにつれてうねるような波が増加します。この段階は20分から30分続き、最も深い睡眠の時期になります。それからレム睡眠になり、約10分から20分ほど続きます。レム睡眠期では起きている時のようにさらに脳が活発になります。レム睡眠が終了することで睡眠周期が完了したことがわかります。さて、仮眠で気分は良くなるのでしょうか。それにはいくつか条件があり、特に仮眠にどのステージが含まれているかによります。30分の仮眠をとると主にステージ2の睡眠で占められます。ステージ2の睡眠は長期増強というニューロン間のシナプスを強化する過程と関連していると考えられており、これは学習にとって必要不可欠なものです。20分から30分の仮眠はステージ3の深い睡眠に至る前に睡眠が終わるので起きるのが比較的簡単です。一方で30分から60分の昼寝だとステージ2の利益が得られ、さらにあなたをステージ3のより深い睡眠へと誘います。ステージ3では複数の脳領域が協力して短期記憶から長期記憶へと情報を転送し、ゆっくりとした波と睡眠紡錘波を結合させることで長期記憶の安定化と強化を行います。ステージ3は目を覚ますのが最も難しい段階です。30分から60分の仮眠は認知的な利益をもたらす可能性がありますが、これらの利益は起きてから約15分経たないと効き目が出ないことがよくあります。60分から90分の仮眠はレム睡眠のステージに入ります。レム睡眠の間は前頭前皮質という主に抑制系や認知の制御を司る場所の活動性が大きく低下しています。一方で扁桃体と帯状皮質という感情や意欲と関連する領域が大きく活性化しています。これらの事実が組み合わさることでレム睡眠の間の奇妙な夢につながるのだという仮説を研究者たちは立てています。抑制系や認知の制御力の低下が突飛な連想につながり、さらに扁桃体と帯状皮質の活動により感情のこもったストーリーの間に突飛な連想が生まれる可能性があります。このステージは覚醒直後にアイデア同士を革新的に結びつけるのに役立っているのではと考える研究者もいます。レム睡眠の間は覚醒時により近い状態なので仮眠の時間はより長くなりますが、ステージ3よりも起きるのが簡単かもしれません。一日のどの時間帯に寝るのかも重要です。ステージ3の深い睡眠の必要性は時間が経つにつれて次第に高まります。ですから遅い時間に仮眠をとると夜に寝なければならないという睡眠の必要性を奪うことになります。これはレム睡眠には当てはまりません。長時間のレム睡眠は朝の間に起こるので、朝の仮眠はレム睡眠優位になり、昼の仮眠はレム睡眠と深い睡眠の割合がおおむね等しく、夕方の仮眠は深い睡眠が多くを占めています。これらの事実に加えて仮眠をとる人ととらない人はほぼ均等に分かれるようです。仮眠をとる人は常に認知的な利益が得られていますが、仮眠を取らない人はそうではないようです。仮眠を取る人は軽い睡眠状態にとどまって睡眠のステージをより簡単に移れるからだと研究者は考えています。一方で仮眠を取らない人は仮眠中でも深い睡眠に入り、その後はフラフラになるのかもしれません。では仮眠は役に立つのでしょうか。確かめる方法は一つしかありません。待ってください。お休みになる前に登録をクリックして新たな学びのチャンスを見逃さないようにしてください。